から打って出ましたね、はい。まあ、ここは松井自身強気に打ちに行ってもいいと思いますね。ただストライク、ボールの見極めだけはしっかりしないといけませんよ。はい、フォークボールをよく見ました。さあそして落合、先ほどは逆転のタイムリーヒット。先ほどはフォークボールには全くピクリともバットを浮かずにストレート一本に絞ってそれをセンター前でしたね、はい。今度は落合がどう読むかですね。インコースストレート勝負、前の打席はそれを分かっていてその勝負球を打ちに行ってヒットにした。同じ攻めで来るか、それとも今度はフォークで来るか、落合が気持ちの中でどっちを取るかなんですね。じっくりと時間をかけましたベテランの落合。まずストレート外に行きました。試合は5回から風雲急をつけております。この試合の模様は放送時間を延長してお送りしてまいります。7回の裏、ワンアウトランナー1塁2塁です。ここまでは大幸薬品、スポーツ SSK、 明治生命保険、日野自動車とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。思い切って振って出た、落合はストレート狙いと見ていいですか。ストレートですね。ちょっと頭をかいています。はい、ただここも古田が気を使ってますよね。インコースのストレートではなくて初球がアウトコースのストレート、2球目がフォークボール、3球目今もアウトコースのストレートですよね。だからインコースのストレートという、まあ、落合が待っている球をどこで使うかなんですね。ワンツー打った、これも大きいぞ、ライトは諦めた。最上段、今日の東京ドームはアーチガス戦、2発、3発、4発の花火が大きく弧を描いてスタンドに増えていきます。落合、試合を決めるか、決定的なスリーラン。9対6。最後のボールはストレートですね。もう迷いがありませんよね。俺に対しては絶対ストレートで勝負してくると、そのストレートも打ちに行くんだという気持ちがもうスイングに現れてますね。ここでヤクルトベンチは吉井を諦めました。あーっと悔しい、自信を持って投げ込んだストレートを今日は松井に、清水に、落合にホームランを浴びました。なるほどね。そして同点に追いついたところで突き放してくれましたのは落合さんの通算499号になる15号スリーラン。自分でもうまく打てたと納得のホームランだったような気がするんですが、これね、もうパリーグ出身の吉井さんとパリーグ出身の落合さんですから、ここでのまっすぐの攻めっていうのは、セリーグ同士の戦いだとあんまり信じられない攻め方なんですよ。ところがパリーグ同士だ。巨人の攻撃、6回に清水が同点の6号ツーラン、7回に落合が勝ち越しの15号スリーラン、8回には村田が決勝点となる1号、見事な花火4発でファンホーマーのヤクルトに打ち勝ったということで、まあ、なんといってもやっぱり落合の渋い、はい、ホームランがこれが効いたなという、15号スリーラン、これがやはり、ジャイアンツに勝ちを生んだ。